動画をご視聴の皆様、こんにちは。日産 YouTube チャンネルカタログ朗読のコーナーです。本日朗読するのは日産アリアリミテッドのカタログからです。予約注文が開始になりました。こちらのアリアリミテッド、新世代の EV クロスオーバーとして日産からお届けする新しい車です。こちらのカタログから読み上げてまいります。それは英知を宿すモンスター、その力を解き放つのはあなた。日産アリア、それは日産のインテリジェントモビリティを代表する EV とクロスオーバーが融合した新世代のクロスオーバー EV。 シンプルでありながら美しく力強いデザイン、そのスタイルからは想像できない広くフラットな荷室空間、圧倒的な加速と比類なき操る楽しさ、滑らかで静粛性の高い快適な走り、そして先進の運転支援技術、日産の英知を集結し相反する条件を全てクリアした時、飛躍的な進化を遂げた EV が生まれました。一度手にしてしまうと二度と手放すことができなくなる。日産アリアのパフォーマンスをぜひ体感してください。それは日産の時代に先駆けた先進テクノロジーの結晶。日産アリアの最大の魅力は EV だからこそ実現できるプレミアムな走りです。日産が培ってきた EV テクノロジーと車両制御技術により、俊敏で滑らかな乗り味と静粛性を両立した新世代の走りを実現しています。さらに日本の伝統美を進化させたデザインと先進の運転技術を集結、かつてないクロスオーバー EV が完成しました。シンプルで力強くモダンなフォルム、進化した日本の伝統美がそこにある。日産アリアは日本古来の伝統美に着想を得てデザインされました。例えばガソリン車ではフロントグリルと呼ばれているシールド部分は、滑らかな表面の下に日本の伝統的幾何学模様組子を立体的に再現、内部に配置されたセンサー類を守る役割も果たします。またノーズやショルダーのハイライトはシンプルゆえに印象に残る勢い、ノーズからギアにつなぐラインの機能美は精を、リアコンビネーションランプは日本のミニマリズム魔を、ダイナミックなボディは移ろいを表現しました。進化した機能とフォルムに日本の DNA を融合、日本の伝統美を進化させた美しいフォルムを実現しています。ドライバーと世界が直感的につながるテクノロジー、木目調パネルに整然と浮かび上がるエアコンのハプティクススイッチ、必要な時に現れ不要な時は姿を消す、このスイッチは押すと運転中でも振動で操作感を伝えます。また視線移動に合わせてレイアウトされた2つの大型ディスプレイによる統合型インターフェースディスプレイが情報を的確に伝達、さらに声で多彩な操作が可能なボイスアシスタントと Amazon Alexa に加え、進化したドアトゥードアナビも採用、スマートフォンのカレンダーアプリと連動して目的地を事前に設定でき、出発時間前にはリマインドもしてくれます。ラウンジのような心地よい空間にさりげなく調和した先進機能、外観からは想像できない広さとフラットなフロア、それを乗る人をもてなす伝統美と先進技術の融合したデザインと機能、日産アリアは EV ならではの静けさを満喫できるラウンジのような新しいタイプのインテリアを想像しています。さらにゼログラビティシートはスポーツドライビングでしっかりとサポートするとともに心地よい座り心地も実現しました。日産アリアの圧倒的な走りを e-force がさらに加速する、日産アリアのプレミアムな走りとドライビングプレジャーを一層高める四輪制御技術、それが e-force です。前後に2機の電動モーターを搭載、前後のトルクと四輪のブレーキを緻密にコントロール、日産が磨き上げてきた EV 技術と
長く培ってきた車両制御技術の全てを注ぎ込み、従来の概念を変える新次元の走りを実現しました。日産の EV 技術と車両制御技術の成果である e-Force は、バッテリーを車両中央に配置し、理想的な前後重量配分と低重心を実現。前後のモーターそれぞれで回生ブレーキを1万分の1秒単位で最適制御して、減速時の車の沈み込みや揺れを制御しました。静寂に包まれた滑らかに加速していく EV ならではの異次元の加速性と俊敏なレスポンスに加え、発進と停止を繰り返すシーンでも前後の揺れが極めて少ない、フラットで快適な乗り心地を楽しむことができます。さらに思いのままハンドリングと路面状況を問わない安心感の高い走行性能、 4WD の優れた走破性により、どんなシーンでもスムースで心地よい走りが楽しめます。またアクセルペダルの操作だけでスムースにドライブできる E ペダルもさらに進化、 2WD を含む全車に新たにクリープ機能を搭載し、扱いやすさを高めています。フルに装備した先進機能と魅力の専用装備をパッケージにしたアリアリミテッド、いち早くこの日産の最先端の、そして最先端の EV を体感したい、そんなあなたのためにこの限定モデルをご用意しました。インターネットで予約を受け付けております。そして今回朗読しましたカタログ、こちらは日産のお店で皆様にお渡しをしております。ご興味のある方はぜひお近くの日産の販売店へお立ち寄りください。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しはございませんのでおすすめしています。また今回の動画がいいなと思った方はグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。